ていく、いろいろと取材、いろいろとこう覚えていくような感じなのかな。それとも野球はもともと好きなの？うん、はい。おお、ホリプロの部長ね。今ここに出てるかな、写真、西尾さん。出てるじゃん、西尾さんって方がいるね。私にそっくりな方がいるんですけども、この方が、おお、ジャイアンツじゃない、いわゆるね。あそこで知った。なるほどね。ってことは、今だかって1回しか野球見たことないと。そういうわけじゃない？大丈夫？うん、あ、なるほど。どこファンなの？もうあの大丈夫です。ジャッと聞きましたね。こんだけいる中でよくジャッと。なかなか誰か今日ね。これから増える。ちなみにジャイアンツファンですね。皆さん聞かなかったことにしてあげます。いやでもまあいろいろ勉強してね、野球を知っていくと。よりね、本当に好きな、いろんな球団、好きな選手もできるから、いいプレーだなと思ってね、なんでちょっとね、いろいろと勉強の方、よろしくお願いいたしますよ。はい、ただね、今回は、やはりちょっとね、ともちん、元木さんからともちんになっちゃったけども、その、なっちゃったというか、野球解説者的な、ちょっとね、心強い、だって、ともちんは、今のジャイアンツ戦を去年一回見ただけですよ。私もちょっと不安ちゃ不安なんで、呼んでます、プロ。もうこの方が聞けばなると思う。イチロー選手に一番ヒットを打たれた男、そして神スイングの2人、どうぞ。行きますよ。はい、行くぞー。おー